はい、こんにちは。千葉大の二次方程式が整数解を持つような話なんですけども、一般的に整数係数の N 次方程式が有理数解を持つ、まあ、すなわち ANX の N 乗プラス AN-1X の N-1 乗プラス AHX 足す A0 イコール0っていう N 次方程式が有理数解を持つとき、その有理数解っていうのは、最高次数の係数の約数、AN の約数、まあもちろん負も含めてですね、分の定数の約数、A0 の約数と。いうことが、まあこれ、このこと自体を証明しろっていう入試問題を見たことあるんですけども、で、まあ、ですから、ここで、この二次方程式が整数解を持つと。ということは、その整数解としては、もう候補は P 素数なんで、これもこれ以上掛け算に分解できないんで、整数解の候補はプラスマイナス1、プラスマイナス3、プラスマイナス P しかないよ、というのをいきなり言うには、これを一旦証明しなきゃいけないかな。ですから、まあ、これを証明、今一応しますけど、実際の問題の時は、まあ、これを証明する手法を頭に思い浮かべつつ、まあ、一般的よりも、この具体的なものの方がやりやすいんで、まあ、この手法をこっちで、具体的な問題で説明しながら解けばいいかなと。まあ、ここで一旦、ちょっとこれ、まあ、過去に入試にも出たことあるんで、証明しておきますけども、有理数解を、じゃあ、x イコール、まあ、p 分の q と。p 級整数で、p 級互いに素と。p 級互いに素。そうすると、p 分の、p 分の q が解なんで、そのまま代入すると、an、p の n 乗、q の n 乗、プラス、an-1、p の n-1 乗分の q の n-1 乗、足す点点点、AHP 分の Q 足す A0 が0で、で、まあ、これ P の N 乗分母払っちゃうんで、P の N 乗をかけると、ANQ の N 乗足す、P が1個残って P、AN-1、Q の N-1 乗足す点点点、これが、P の N-1 乗 A1Q 足す A0P の N 乗が0と。で、そうするとこの最後のこれ以外は全部 Q が含まれてます。Q、Q、Q、Q が含まれてる。なんで、左辺 A、A なもん、一体な。Q でこれは全部くくれて、ですから、Q なんとか QN。で、移行して、まあ、マイナス、じゃあ、こっちにマイナス入れるよ。これをこっちに移行したつもりで書くと、A0、P の N 乗と。で、ここで P と Q、P と Q 互いに素なんで、A0 は Q の倍数。A0 は Q の倍数。すなわち、Q、Q、解の、有理数解の分子、Q は A0 の約数と。A0 が Q の倍数なんで、Q は A0 の約数と。で、今度は、こっち側は、これ以外は全部 P、P、P 入ってますと。全部 P1 個ずつ持ってるんで、AN、Q の N 乗イコール、移行して PM と。そしたらやっぱり、AN は P と Q 互いにそうなんで、AN が P の倍数。AN が P の倍数だから、すなわち、有理数解の分母は、AN の約数と。AN は、P は AN の倍数なんで、どっちだ？P は AN の倍数だから、AN、P は
AN の約数ということになりますと。なんで、ここでは、まあ、解の整数解の候補は、プラスマイナス1とプラスマイナス3とプラスマイナス P しかないよということなんですけど、いきなりそれを言うには、まあ、この証明が、まあ、もしかしたら必要かなということなんで、今やったようなことを、ここでは、まあ、この問題に即して同じようなことをすればいいと。じゃあ、整数解があると。整数解を持つと。するときに、その整数解を N とでもすれば、PN の2乗プラス5引く P の2乗 N 引く 3P が0と。で、P 素数だからもちろん自然数で、こう出てくる数全部自然数、整数ですと。で、N でくくってあげて、PN プラス5引く P2 乗が 3P と。これ、もう言えましたねと。整数解は3の倍数か P の倍数か、まあ、もちろん1の倍数ということで、N の候補、すなわち整数解の候補は、プラスマイナス1かプラスマイナス3かプラスマイナス P しかないよと。そしたらもうあとは、たかだか6個なんで、調べてみたら、どうもこれしかないね、ということが言えるんでしょう、ということで、じゃあその整数解が、唯一1の時は、P 引く5引く P2 乗引く 3P が0なんで、P2 乗プラス 2P マイナス5が0を満たすような、素数 P はないですねと。で、X イコールマイナス1の時ももうほぼ同じ式ができて、P 引く5を足す P2 乗引く 3P が0なんで、やっぱり P2 乗マイナス 2P マイナス5イコール0。これも整数解ないですねと。で、X が、3の時、9P プラス15引く 3P2 乗マイナス 3P が0なんで、じゃあ3で割りつつ、移行しつつ、P2 乗、プラス 6P を3で割って 2P がこっち来るからマイナス 2P。で、こっち持ってきてるからマイナス5が0。なんか似てるな。あ、でも、あ、同じか。同じ方程式ができる必然性が、まあ別にあるかどうかわかんないですけど、まあダメと。じゃあ x イコールマイナス3だったら 9p マイナス15プラス 3p2 乗マイナス 3p が0で p2 乗、プラス 2p マイナス5が0。これもやっぱり、整数解、あ、p は満たす p はないと。じゃあ x がプラス P の時 P3 乗プラス5マイナス P3 乗マイナス 3P が0で、これは PPPP2P が0で P が0なんで、これは不適と。で、じゃああと最後 X イコールマイナス P の時 P3 乗マイナス 5Pプラス P3 乗マイナス 3P が0なんで、2P3 乗マイナス 8P が0だから、 P3 乗マイナス8が0で、 P カッコ P2 乗引く4が2で割ってるから 4P が0なんで、P は0プラスマイナス2のうち P は素数という条件なんで、 P イコール2が唯一整数解を持つ条件を満たすということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。岡山で本第1弾、第2弾、第3弾すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に回答を寄せてくださっていた PC サンタロウさんという方が、動画の回答解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選
を発売したところ好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで電子の特徴としてワンクリックで解説動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているんで、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。